やばいな。やるんだ。ササク？ササク？来てるよかな。絶対見てかって。画面中央でね陣取ってなきゃいけないっていう、ね。はい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 。なるほど、ね。ちなみになんですけど、はい。これバーンアウトした時何やってます？バーンアウトした後。特に画面端でちゃんとはめてます？まあ一応。これやってます？何それ？これバーンアウト限定の片目ですね。これあの SA 無敵技以外で返せないんですよ。へえ。いや成長してるよ。うちの笹くんも。うちのカルビは？うちのカルビはどう？いやもうすごいっす。うちあれっすよ。うちの鳥民さんも寝ましたからね。やっぱり仙人なんでやっぱ早いっすからね寝るのは。寝ちゃったんだ。あもう寝た。寝ました。いなかった。あ本当だ。鳥民さんも寝たんだ。うちの仙人はもう仕事明日仕事やっぱあるんで。仙豆育てる仕事があるんでやっぱ。よかったなアリケンそんな人。いやでもやばいの教えてもらった。やばいの教えてもらったけどクソムジーや全部。まあ、むずいっすよね最初は、うん、ダルシムはダルシムだと特にちょっと難しいかもしれないですね。難易度高いかもですね。いやでも画面端やばいかもしれないこのキャラ。赤身カルビさん俺 YouTube の切り抜きで見たことあります。あありがとうございます。すごいいい声してますね。切り抜き見たんですよ。あのどん兵衛だっけ。うどんスープかな。うどんちょっとそれお願いしてもいいですか。すいません。おいおやばいな。やるんだ。本物や。本物や。めっちゃ似てる。本物や。本物や。本物や。ありがとうございます。本物だ。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。いや嬉しいな。本物だ。いい声なんて言われて。本物や。ファンボがいっぱいおるな。本物や。嬉しい。上がっちゃうねこんなん。啓発性じゃないのか。ササくん、ササくん、ササくん今のテープで俺多分、俺10回は行ったかな、11回見よっかな、あれ軽発生だな、よし、それいいよ、ササくんね、ササさん怒ってない、当時は怒ってない、あいいやっぱ勝利出るのよササくんはさ、ササあとササくんはインパクト好きだから。ちゃんと、おいしょ、ちゃんとマウンテン。そこはインパクト打たないんだ。絶対見てかって。ちょっと師匠うるさい。師匠うるさくねそっちの。そうちょっと煽られてるってこれ。コーチに。クソ煽るやってこれ。できるようになったら。ちなみになんですけど、アリケンさんって今日どのくらいやられます？でも全然いっぱい値段でいけるっすよ俺は。ちょっと立川さんもいて。ええ、タッチ。じゃあ立川くんにタッチっすね。トレメさん明日もあれなんで、えてか今ダジャレ言いました？え？あ違うか。気のせいでは？あ気のせいか。なんかさらっと言った気がしたから。オッケーっす。じゃあまた明日も。はい。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。まあでもこれ言い出すとキリがなくなっちゃうんで。そうですね。追い飛ばしますよ。いや待ってもマジで助かりました。あとは残りは立川くんにバトン。タッチするんで。ああ、やっぱ言ってるだろう。タッチかはね。なるほど。さ、そういう小粋なジョーク言うんですね。そりゃもう今ちょっとアルコール入ってますからね。ああ、そうだね。そうなんだ。ジェイミーなんだ。通りで。3ぐらい行ってます。3ぐらい行ってる。いや、髪の毛パーンになってるかもしれん。1ぐらいでしょ。1ぐらいでしょ。いや、2ですよ。2。ああ、2。うわ、コマ投げある。そう、まだコマ投げ打ってないから。3からだから。3から。